玉とかやったら怒られるんですか？怒られないよ。お前何やってんだよみたいな。怒られないけど、まずね、できないです、今の時代。隠し玉っていうのは、プレーが起きてる状態で、プレーが一旦終わって、次のプレー行く時に隠し玉っていうのが起きるわけであって。でも、今の子っていうのは、全部防具をつけてる。塁に来たら、ボールボーイとかが取りに行く時点でもうタイムがかかっちゃうんです。で、昔みたいに、今って本当にボール傷一つついたらボールを交換する。もう正直俺らペーペーの時なんて、あのボール黒くねっていうぐらい見づらくねって、なんとか白いボールに変えたいなとか思うけど、そういう感覚だけど、今もう本当にボールちょっと落としても大丈夫ですかみたいな、ちょっと変えようかみたいな、傷一つでやっぱ変化してくるんで。だからそういうのでタイムがかかるので、タイムがかかったらまずもうピッチャーから始まるんで、だから隠し玉はできない。